の怖がるのぴょん。はーい、ニッスおかえりなさい。おかえり。ということで、昨日台風9号が来て、めちゃくちゃうるさかったよ、外が。やばかったね。やばかった。やばかった。で、九州の方は今10号が来てて、で、心配して修太くんが LINE くれたよね。LINE くれて、もうなんか用意しといた方がいいものがあります。そうそうそう、大げさでもいいから、持ってった方が身のためですよ。もし何もなければね、何もなければよかったけど、ないと困るやつっていうのが教えてくれて、わざわざ LINE くれて、そう、ね、嬉しかったな。そう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 。ということでね、バタバタ、100均行って、ドンキ行ってね、揃えてきたものを、シュータ君が教えてくれたの参考に。そうそう。あとなんかサイト、ね、防災のサイトを見て、見てこれあると便利よっていうので、水が止まっちゃったらお風呂入れないとか、手洗えないとかがあるから、まあダイソーで、はい、まず1個目、バイバイ、ウォータータンク、これが20リッター入るんですよ。これはまあ普通に入れとこうかなと思って、水道たらね、トイレも止まっちゃうんよ。あ、そう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 、そうやろ。だからこれでから全部流したりできるように、だからまあお風呂場のお水は基本止めとった方がいいね。そう、最後入った時に台風直撃した日の夜はそのままにしとこうかなと思ってる、そうそう、流せんもんね。それプラスこれは飲み水をね入れようかなと思っております。何でも使えるしね、はい、これ400円。そう、これ400円、ダイソーなんでね。でやっぱこちらね、ドン、手拭きと、お尻拭き、これはちょっと大きいパターンで体も拭けるっていうやつですね。そうそう、なんか復旧2、3日しない日もあったって。そうそう、それで一番困るのがやっぱこうね、体とか洗いたい時に洗えない。そう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 。そしてこちら、せーの、ドン。じゃあセリアで、セリアで買い物してきましたね。まあ何かと言いますと、この中に何、じゃん、ランプ。そう、これがね、はい、ライト。そう、ライト、ライト、もうライト、ライト、トイレ怖がったりするからもう置いとかないけんやろ。ライト、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 いろんなライト、電池、電池、マンガンかい、マンガンかい。だっていっぱい入ってたもん。まあ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 、ほんとアルカリとかいいやけど、まあまあマンガンでもいっぱいあるけんね。めっちゃすごいライトの種類がさ、ありすぎて、微妙に全部違うんや。その辺に置いとこう。うん、で停電の時って結構長く続くらしいんで、そうそうそう、もうこういう電池夜に消えたりするやろ。そうなんよ、怖いもんな。これ系はしっかり用意しとこうかなと思って。携帯の電池は使わん方がいいから。で携帯は常に満パンにしとった方がいい。モバイルバッテリーは満パンにしとった方がいい。全部ほんまにフル充電ね。そう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 。はい、そうで、こんな感じ。こんな感じ。もう、ほんで、やっぱりやない。あ、これ、ダイソーでこれ売ってた。ああ、そうそう。100円。テピカジェル。アルコール除菌ジェルのこのサイズが100円だった。これで、まあ、除菌しながら、水が使えなくても、これさえあればね、あと拭き取ればいいから。そうそう。これでいいよね。いいよね。これ100円はいいよ。持ち歩きにもいい。その、携帯用に関係なくも。ぜひ。じゃあ、続きまして。こちら、ダン。こちら、なんとね、レンジでもできるんですけど、湯煎でもできる、はい、お米でございますね。ドンキで見つけました。ドンキで、そう、10個入り。絶対カップ麺だけじゃ飽きるかな。飽きるから必ずこういうのね、買った方がいいかなと。レトルトの、あとほら、ビーフシチュー。あ、ビーフシチューね、この辺もペペッ。だから、ガスコンロは装備してますんで。そう、コンロがあるから、うちには。ガスと電気止まっても、そのガスコンロがあるから、カチャってやったらね、もうお水だけはね、あったかいの。あったかいのね、できるんで、そこにはやっぱね、用意しとこう。水のストックいるよね、やっぱ。水はやっぱストックがいる。これに入れといたらもう。そうそう、それで全部できるから。そう思って、やっぱ最終的にはやっぱここに行き着くかなと思いました。こちらもね、ドンキーさんで買いました。こちらです。ダーン！3日分いるらしいよ。復旧までに3日かかる可能性があるけ、人数かけ3日分のストックがあるといいって書いてあったよ。12個やな。そう。毎食かいと思う。飽きるからご飯探しって。ああ、なるほど、なるほど。まあ、いろんなね。これは多分できる。ちょっとこれ結構、まあ、シェフが売るから。ガスコンロで。そうそう、簡単できるから。ねえ、ママ。これとかちょっとね、ちょっとね、楽しんでる感で出るよね、これは言うたら。スープ。スープ。これはちょっと美味しそうや。チョコレートスープね。あれ？そしたらこれ、鶏南蛮そばとか、ちょっともう楽しい。カップヌードルの全5種類。パンか。全5種類。あ、納豆ご飯。そしてこれね、あ、納豆ご飯。そしてこれ、ママの好きな。
それ。ママ好きなのは高菜や。これママでも好きや。あ、これラッコね。そしてね、ちょっとわかめ。わかめ。わかめ。いろんな種類。いろんな種類。でもね、これ絶対ママが食べるであろう高菜。これ一番好き。ラッパンナ。でまたこれ買ってる。何やねん。絶対突っ込んでくれてるやん、西。かわいい。ママいつものね。これ。これなんなん。豚とカツオのダブルだし。うどんうどんとそばもあんのよ。へぇ、チョコレート、チョコナイラ。あとはいつもの感じで、そうそう、12個合わさせてもらってまーす。買い占めをね、推進する動画ではないんだよ。全然ないんやけど、まあ、備えあれば憂いなしで自分の身をね、そうそう、守ろうっていうね。守るのはもう、自分の家族しかいないんで、うん、でまあまあ、みんな聞いてもらいたいのが、今回ね、本当に最大級らしい。こんな規模らしい。観測史上初らしいよ、うん、そのデカさがね。だから、まあ、周りの、外、うん、何あの待ってね、かわいい。外のね、外の飛びそうなものを片っ端から片付けっていう、そうそう、シュラ君からも来てる。そう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 。あと、ろうそくライター。ろうそくライターは、ライターはあるけど、ろうそくやめたね、うち。ろうそくなんでやめたかというと、もし地震があった場合、それが倒れた時に火災になるかなと思ったんで、全部電気にしました。倒ると、そう。ピタンってするけんね。そうそう、それとも懐中電灯とか、ああいうの、こういうのでから、こう光らせて、こうやっていこうかなと思ってます。こうやって。うんうんうん、8番買ったよ。いらんけ、いらんか手で持ってくれる。 それ地面用やから。ここにこうあると便利やない、こう、うん、こういう風にあるとすごい便利。なんで歩く設定なの、もうなんかいろんなところに置いとく、うん、あ、置いとんか。マインクラフトの松明ぐらいの。あ、はいはいはい、マイクラのね、マイクラのね、ゾンビこんくなるし、ゾンビこんくなるし、怖いやつおらんになるしな。これで、ね、なんでこの遊び心のこのランタン買ったかな。なんかおじいちゃんも見に来てて、はいはいはい、ランタンが何種類かあった中ですげえ吟味されてたやん、おじいちゃん。ランタンを、うん、アウトドア派やろ。おじいちゃんがランタンしか見てなかった。他こんだけいっぱいランタンあんのに、ランタンしかおじいちゃん見てなかったっけ。マジで、やっぱ年の子やと思って。ランタンいいかもしれんね。ランタン1個1個だけ買った。遊び心やろこれ。でもあった方がいい。これはね、なんとね、手で持ち歩きできる。なんかね、買うときに炭酸と炭4を確認してから電池揃えとかんと。あね、あみんなも。とりあえず、だからママは両方いけるように買ったやな。そう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 。はいはいはい、なるほど。ほんとにね、なんか想像できない。絶するぐらいでかいらしいから。別に不安を煽ってるわけじゃなく、そう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 。もしね、九州地方の方が見てたら、まあちょっとこういうね、準備はした方がもしかしていいのかなと思ったんで、一応こういうふうに。まあなかったら、これだ、これないなみたいなね、きっかけになれればと思ってね、動画出してますけども、とりあえず。まあ何もなければ何もないくでね、あ、よかったねで終わるけどね。命を守る行動を、そうそう、ぜひ。うん、取りましょう。みんなでしていきましょう。はい。はい。ということで、緊急防災の準備、やってなかったね、でした。やっててよかったね、でしたよ。これそうね。これからの参考になれれば、ぜひ、ね。いいかなと思いますので、ぜひぜひ。はい。はい。はい。ということで、この動画が良かったら、チャンネル登録、高評価、またまたコメント欄でコメントよろしくお願いいたします。おじゃれまたね、バイバイ。ありがとうございます。チャンネル登録はこちら、おすすめの動画はこちら、あとインスタグラム、ツイッターもやってるので登録よろしくね。